さて、新型コロナの5類移行からおよそ2週間です。移行によって感染対策も個人や事業者の判断に委ねられていますが、今コロナ禍で活躍したアクリル板が新たな悩みの種になっているんです。昨日、両備グループの営業所で従業員がバスの車内で飛沫感染を防ぐパーティションを順次外していきました。新型コロナの5類移行後も感染状況は落ち着いているため、今月中におよそ240台のバスがコロナ禍前の姿に戻ります。特に感染者が大きく増えるような傾向もなかったので、お客様にも安心してご利用いただける環境ができてきたのかなと。徐々に元の姿に戻りつつある日常、しかし新たな問題も。はい、こちらにアクリル板は、アクリル板はもう使っていないという感じなんですかね。はい、ずっと今はこちらに置いております。はい、やっぱりなんとなく不安というか、そのもありますし、捨てるわけにもいかないし、店内の片隅にひっそりと置かれた12枚のアクリル板。岡山市北区の飲食店ではコロナ禍におよそ3万円で購入したアクリル板の取り扱いに困っています。いつ感染の波があるかわからないため処分もできない。また飛沫が飛んだアクリル板は産業廃棄物となるため、処理をするにも料金が発生するのです。自分の中でこうなったからすぐ処理しようとはちょっと思ってなかったんで、じゃあこれにお金がかかるのはまた本当大変なことですよね。お金を出して買い求めて、またそれを処理するのにもお金がかかるのは。最近飲食店でもこのパーテーション見かけなくなりましたよね。本当そうですね。日本人何事もやっぱり横並びなんで、マスクはまだ結構つけてらっしゃいますけど、パーテーションは飲食店もそうですけど、いろんなところの窓口でもなくなりましたね。VTR にもありましたが、不要となったアクリル板などは産業廃棄物の廃プラスチックに該当し、この事業者には回収の費用もかかるということなんです。岡山県によりますと、アクリル板を同じ用途で使用する場合、環境省の認定事業者はリサイクルをするのは国内で1社のみ。岡山市にあるプラスチックの加工会社でも再利用の方法を探っているんですが、実はさまざまな難しい点があるということです。岡山市北区にある入船プラスチック工業です。長年アクリルなどの加工に携わってきた入船社長は、コロナ禍に生産されたアクリル板を再資源化するハードルの高さを指摘します。一般的に見るとほとんどわからないんですけど、その小口から見ていくとですね、やはり透過率が良くないだろうと。やはり横から見た時のその美しさとか、そういうものをお客さんが気にされる。我々としては使いづらいなと。新品のプラスチックと再資源化したプラスチック、2枚を重ねてみると、リサイクル品は緑がかっているのがわかります。廃棄されたアクリル板は細かく砕き、同じパーティションのほか、プラスチック製の本立てや道路の表示板への活用が見込まれていますが、現時点では品質面で課題が残るといいます。わざわざ再製品であるということを、謳った上で製品化していく、まあ、そういう手もあると思うんですけれども、売っていた場合に量が履けるのだろうかと。それだけの集めてきた量を履くことは難しいんじゃないだろうかというふうに思います。またパーティションで使われるプラスチックはアクリルやポリカーボネートなど主におよそ9種類、回収時に素材が混じると品質が悪化するといいます。分別という課題です。分別するのに相当手間がかかるだろうな。ここを乗り越えないと再利用っていうのは難しいと思います。まずその回収業者さん、この人たちもやはり問題意識を持って、国、県、そういう地方公共団体と行政と一緒になって、そういう分別回収を進めていくということが一つ大事なことだろうと思います。
まあ、実際再利用も非常に難しいと思うんですけども、まあね、多くの人はやっぱり第9波に備えて置いときたいなという思いもあると思うんですけど、実際酒井さん取材されてみて現場の方々はいかがですか。飲食店の方々も感染の再拡大に備えて倉庫などにパーテーションを保管しているという状況ですか。今後の利用方法などは国や行政などが一体となってこのガイドラインを早急に制作する必要がありそうです。